した写真コンテストだって一緒に参加しない？もちろん、絶対に優勝しましょう。うん、でも何を撮ればいいと思う？今までの受賞作を見ると魚が狙い目ね。うん、だったら水中カメラが必要かも。ああ、こんな感じの。準備万端なのね。あとはどこで撮影するかも大事よね。うん、綺麗な魚が見つかる場所ってどこ？ケイトアイランド。この辺りが良さそう。いいの撮ってね。どうしたの？すごく可愛いアシカがいるの。報告ありがとう。でも魚の写真を撮りに来たのよ。わかってるって。ちょっとアシカさん、どいて。魚が撮れない。悪いけど、なんとかしてあのアシカをどかしてくれる？ここは海、アシカの住処でもあるのよ。やるだけやったわ。いい写真が撮れてるかな。どれどれ。もうやだ、魚が全然撮れてない。魚なら一応ここに写ってる。すごく不安だわ。お願いだから笑わないで。見つけたぞ、やっと魚以外の写真があった。これはいい。海で暮らすアシカの姿だ。しかもカメラマンの前でも自由に振る舞っている。斬新な作品だよ、君たち。すごいよ。優勝なんて夢みたい。アシカに会いに行ってハグしたい気分。まだいるかしら。カメラを構えれば出てくるわ。